はい、ピースでサックスペやっていきますということで、加藤さん使っていきたいと思います。まあ、40でミート上限とかではあるんですけど、うん、まあとりあえずっていう感じで、はい、来週のね合宿の、まあ、ちょっとでもね参考になればいいかなと思って、撮っております。で、まあ、ちょっと走塁キャラがいないので敏捷稼ぐの大変かもしれないですけど、まあ、あと前後の関係で、まあね、まあ、しどれみも入れれなかったりとか、なんかいろいろあるんですけど、社長来てからの方が使いやすいかな、っていう気はちょっとしておりますが、まあ、頑張っていきましょう。まあ、多分、敏捷ですね。稼ぐの大変なのは。とりあえずなるはやで評価上げてバンバンタックをね踏んでいきたいと思います。やる気下がるんだよな。でも早っ。どうしよう。おやばい。いけるかな。一旦休んで打つ感じでいいかな。バラバラやな。ここで次ぐらいでなんか打てるとありがたいけど。
そっち、まあこっちか。あれ、京子さんこんなんあったっけ？なんか増えてる。毎回30なのかな、あれは。難しいな。違う。いや、ちょっともう一回打っちゃった方がいいかもな。弱え。どうしようか。ちょっと溢れちゃいますが、ビーン
印象欲しいよね。どっちだっけ。毎回30なんだな。ダブルちーちゃん強っ。精神もか。じゃあ行きます。いってらっしゃい。あ、ちょっと加藤さんがちょっと怪我率を下げてくれてる。あ、やってきた。そうだな。ひたすら。強っ。
ちょっと待って。満塁取っちゃっていいかな。これが限界だ。この際ゲージも使ってしまおう。印象だな。ここは普通に休んで、臨床無理くせえな。どうしましょう。あ、これいい。もう一発打っとく。すげえ。困ったな。盗塁に来ない。
そうっすか。印象稼ぎながら金徳取れるかな。ちょっと回復頼む。ナイス。めちゃくちゃ欲しいんですけど、ダメかもな。マジで敏捷はやばい。スイープだしな、加藤さん。
これデート減ってなくね、もしかして。あぶねなんか便所ないせいで何にもあげれないっていう。お待たせいたしました。2回の裏アンドロメダ攻撃に入ります。先頭バッターは吉川。初球打ってきた、センターバッククリーンヒット。4回の裏2点を追いかけます。アンドロメダ攻撃に入ります。トップバッターは吉川、完全に外れた、ボール。投球これから2球目。やば、センター右へ取りました。そうアンドロメダ大手から迎える6回です。バッターは吉川、打ちました、痛烈、いった、場外、負けないでね。同点で迎える8回です。今日2本のヒットを放っている吉川、投げました、これはいい当たりだ、いった、入った、入った、大丈夫、はい。いやもうほんとひたすら敏捷だな。敏捷だけで5万ぐらい欲しい。やっぱ無理か。お待たせいたしました。5番アンドロメダ先制のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー一塁二塁、あっと、いった、入った、入った。アンドロメダリードで迎える3回です。後入れなのが辛いんでね、縦橋も後入れだし、入った、入った、どうしよう。アンドロメダリードで迎える印象稼げる要因、2打席連続でホームランを放っている吉川。第2球投げました、危ない球。第3球を投げました、打ちました、これはいい当たり。辛いんで、まあちょっと前後の関係で加藤さんちょっと入れづらいかなーっていう感じはあるんですよね、やっぱりね、現状だと。マイベのなんか優秀な、なんか打撃キャラなのか走塁キャラなのかが来ればまた全然話変わってくるんですけど、イベキャラ次第なんですよね、アンドロメダって。どんどんインフレしてなんか性能高いキャラが増えれば増えるほど、アンドロメダ自体の何つうんですか、性能も高くなっていくっていう感じなので、金徳取れない、どうしよう、もう諦めよう諦めよう、もうこれちょっと無理があるっていうことにしよう。お待たせいたしました。5番0対0で迎える、手足入れたらもう後入れ終わりだもん。外れたボール、あと5とかになっちゃう。第2球投げた、打ちました、痛烈、いった、入った、入った。マイベで走塁タック強いやつ、走塁タック強いやつっていうのが縦橋ぐらいしか思いつかない。
リードで迎える6回です。ワンアウトランナー1塁という場面でヒット打った。これはいい当たり、センターアンドロメダ。リードで迎える8回です。今日2本のホームランを放っているキッカー、シュートはボール、投げた、打った強い当たり、入った。アンドロメまずこういうのだよ、振り込み。どうしよう、甘め、矢部くん、矢部くんも後部だった気が。印象が足りませんね。最後一応エピローグがあるっちゃあるけど。お待たせいたしました。2回の裏、1点を追いかけます。アンドロメダ攻撃に入ります。この回の先頭バッターはキッカー。第2球投げた、ツーシームはボール。第3球打ちました、掴みました。これではさあ勝ち越しのチャンスを迎えました。ツーアウトランナー一塁二塁という場面でキッカー。第1打席はライトフライに倒れています。1球目空振りから打ちました、左中間のフライ、左中間へのヒット。ダメだったか、失投なら打てるかと思ったんだけど。6回の裏、アンドロメダ攻撃に入ります。先頭バッターはキッカー、投げた、ジャストミート、アウト。もうマジ打てない。8回の裏、アンドロメダ攻撃に入ります。この回のトップバッターはキッカー。今日はここまで3打数1安打。投げた、インサイド空振り、投げました、打った、これは強烈打球。もう一回、OK。アンドロメダここはなんとか追いつきたい。ワンアウトランナー一塁二塁という場面でキッカー。スタンドからはなんとか長打をと期待をかける声援が響く。これはいいや、危ねえ、入ったアンドロメダ運が良かった。印象そんなくれねえもんな。まあ敏将あと3000点稼いでって感じかな。ちょっとやっぱデッキが組みづらいっていうところが一番ネックかなっていうふうには思います。あ、これダメだ、敏将は全然足りない。どっちがいいかな、スイープ、もう大体終わっちゃうんだよな。
そうなるよね。はい、ということでございました。うん、まあ他のキャラが必要かな。まあ社長が前なんで、社長来たらまあ一人ぐらい後イベでも大丈夫だったりとか。まあでも組み合わせわからん組み合わせはもしかしたら肩デッキとかそっち方面の方がいいかもしれないかなって感じです。はい、ということでご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価お願いします。皆さん、Tさん、以上お過ごしください。バイバイ。